はい、ゆうめです。もう9月になりましたので、トゥデイが新しくなりました。早速紹介したいと思います。はい、9月の C のトゥデイはですね、表紙がミニーちゃん、逃走して、白雪姫のこのクイーン。いやー、クイーンがトゥデイの表紙になると思わなかったね。やっぱヴィランズテーマだからね。わかりやすい。はい、いいと思います。こういう珍しいトゥデイいいよね。ね、先月もゲットウェットでジャック・スパローだったので、こういうなんかひねったトゥデイってなんか特別感あっていいですよね。はい、じゃあ早速中身の方を紹介していきましょう。はい、9月の C のトゥデイ、中面紹介いきます。はい、ハロウィンのメインイベント、今年もヴィランズワールドですよ。ヴィラは今年4年目だよね、確かね。いやー、長いね。はい、長いです。おー、なるほどね。はい、個人的にですね、ヴィランズテーマ大歓迎、そしてミニちゃんの衣装もすごい可愛いので大歓迎なんだけど、このヴィランズワールドのショーに関してはですね、ちょっと正直ですね、なんか展開もね、うーんって感じで、ダンサーやキャラの衣装はいいんだけど、コンセプトもいいんだけど、ちょっと個人的にはですね、っていうとこがちょっぴりあるんですよね。まあでもね、はい、ヴィランズ大集結いいですよね。これ、ハデスがいないね。ちょっとなんか、ここまでいるんだったら、ハデスもいてほしかったな。はい、と思いました。はい、でもね、ヴィランズいいよね。はい、そしてですね、こちら見てください。手下。はい、手下、今年も。はい、継続です。アトモスなんだけど、もうすっかりショーになってるね。もうヴィランズハロウィンパーティーって言って、もう完全こちらもショー扱いになってますね。そしてこの下もですね、カスパマジックというと、これはカスパフードコートのこの手品のこのアトモスですよね。はい、一応どちらもアトモス、アトモス、特にですね、こちら最大6回、こちらも最低6回って書いてあるので、まあ、ショーではなくて、あくまでもまあ、アトモスってことなんだろうね。そしてこのアメフロのフォトスポット、去年まではなんかね、屏風みたいな確かのがずらっとあって、ヴィランズのイラストがあったんだけど、今年はですね、なんかこう、フィギュアというか人形がありましたね。すんごい凝ってましたよ。見てください、これ。SNS でみんなに自慢しちゃおう。めちゃめちゃこの、なんか SNS の拡散狙ってますよね。インスタ映えここで、はい、撮れるよって感じで。やっぱパークの方もやっぱりこういう、SNS の拡散を明らかに狙ってきてますよね。マナーに厳しい。はい。マナーに関しては守ろうねっていう、この、まあ、自治中の、いや、違うな。はい、こちらね、自撮りがね、行き過ぎた自撮りにね、警笛、警告を鳴らしてる方多いと思うんですけども、パークの方もある程度こういうね、写真を撮る楽しみっていうのもですね、やっぱり用意してくれて、こうやって見ての通り狙ってるわけなので、まあ、あんまね、ちょっとまだまだ言うのもね、ちょっとぐっと言葉飲み込んで、まあ、今風の楽しみ方っていうことで、まあ、ちょっと微笑ましく皆さん見てあげてはどうでしょう。って個人的には思います。はい、そして仮装ですよね。今年は C の方でも仮装入ります。去年も入れたけど、今年もですね、はい、全身仮装、しかも全1で C の方でも解禁ってことでですね、はい、去年は9着やったので、今年もですね、その9着を超えたいと思います。はい、仮装のルールはですね、皆さん各自ホームページの方で確認してみてください。はい、そして35周年、1年間通じてやってますね。はい、オンザシーもやってます。そして、ハローニューヨークいいよね。ランドの方のですね、パーティーグラーはですね、ちょっと見るのが大変なんだけど、ハローニューヨークはですね、なんか見る難易度が低いので、これはハローニューヨークは何度も見てます。ハローニューヨークいいよね。特に夜の会が本当綺麗なんでおすすめです。はい、あと35周年のダッフィーとシェリーメイのグリーティングと、はい、あとはハッピエストミッキースポット、あとは誕生日、ハッピエストサプライズ、はい、ずっと継続でやってます。あとはインフォメーション、こちらカウントダウンじゃねえや、ニューイヤーズイブの紹介、ランドはあったんだけど、シーンの方はないね。
いつものファンダフルの紹介になってます。はい、そしてこのアプリの紹介はここなんだね。ランドのちょっとこれデザイン違うね。はい、となると裏面どうなってんだろうね。はい、続けて裏のですね、スケジュール紹介いきます。はい、9月の C の手で続いてエンターテインメントスケジュールの紹介いきます。はい、まずはヴィランズワールドになります。ヴィラはですね、1日2回なんですよね。1回目が11時半で、2回目がね16時半、で間にはですねオン・ザ・シーが14時に始まるんですよ。これだからあのファッショナブルイースターの時と同じだよね。1日3回じゃないんですよ。だからこれガチで撮影する人はですね、ちょっとスケジュールしんどいよねこれは。はい、でもガチ派の方は頑張ってください。だからオン・ザ・シーはね9日までは3回なんだけど、10日からは1日1回になります。はい、ファンタズミックは8時からと、ね、BB もあります。マイフレダッフィーもあります。ハロウィンヨーク、ハロウィンヨークも1日、4回5回。ハロウィンヨークちょっと遅いね、午前中がないんだね。でも夜の回綺麗なんでおすすめです。そしてアウトオブシャドウランド、この間やっと初めて見ました、めっちゃ良かった。はい、そして花火があります。花火は27日から始まります。こんだけだね。やっぱ手下のね、あれはやっぱアトモスでショーじゃないんだね。結局4年間ショーにせずにアトモスで乗り切りましたね。あれはショーにしちゃってもよかったと思うけどね。キャラが出ないショーって別に前からあるので、例えばランドだとプラザパビリオンバンドサンドのとこでね、ジャズのショーがあったし、あと古くはねランドのラッキーナゲットステージでねサンシャイン歌謡ボーイズとかあったし、 C の方でもザ・ディズニーテイメントの夜のアフターダークなんかでもキャラ出なかったので、キャラが出ないショーっていうことで、C のパークのアトモスはショーにしちゃってもよかったんじゃないのかなと個人的に思います。でもどうしてもアトモスって言いたいんだろうね。はい、とかと思いました。はい、そしてこちら、はい、ニューイヤーズイブの広告、こっちにありました。はい、こちらはですね、動画の方でですね、この見どころとか楽しみ方とかね、ニューイヤーズイブの過去の歴史なんていうので、ね、動画の方で説明してますんで、よかったら見てください。バケパね、バケパでニューイヤーズイブ、そうなのよ。これはね、このカウントダウンはね、かなりね、ニューイヤーズイブはね、正直ね、ディズニーホテル撮るとめちゃめちゃ楽に迎えられるので、もし撮れるんだったら撮ってみてくださいって感じかな。はい、続けてですね、裏面のグッズ、フード紹介ページいきます。9月の C のトゥデイのグッズ、フード紹介ページいきます。これあれね、ハッピエストメモリーメーカーと、あとタイムオブセレブレーションだっけ、はい、あれの紹介ないですね。やっぱり C の方はですね、紹介するアイテムが多くて盛りだくさんなので、はい、レギュラーのものはですねちょっと割愛されてますね。この真ん中のこの線から上がハロウィン関係って感じになってますね。じゃあハロウィン関係からいきましょうか。まず左上見てください。はい、この帯があるやつ、これはですね共通グッズですね。なので共通グッズの紹介があります。これこのもちもちするやつ、今流行ってんだよね。今なんつったかな、忘れたね。このもちもちするのが流行ってるんで、早速パークも取り入れてきましたね。早いよね、やっぱ流行を取り入れるのがさすがです。はい、そしてこの C 専売グッズですね。はい、デザインいっぱいいいよね。はい、そしてこちらフード紹介。ランドの方はフードめちゃくちゃあったんだけど、 C の方はまあいつも通りって感じかな。はい、浮き輪マンがあって、はい、ツートン餃子ドッグがあって、ティポトルタとメープルパンプキン、この2つはねランド C 共通だよね。でもこの2つはですね、はい、C 専売なので、食べるならこの2つがいいと思います。はい、あとはこのスパークリングブラックティーね。はい、これもおそらく C 限定のはずですね。メロンソーダ、これも C 限定じゃないかな。アルコールはもちろん、はい、C 限定ですね。ザクロ、へー、この辺やっぱ俺酒飲めないから分かんないんだけど、ちょっと酒飲みの人はぜひ飲んでみてください。
はい、一旦上行きます。こちらアースラーモチーフの紫色のパンのこのサンドですよ。はい、しかもスーベキがついてきます。はい、そしてニューヨークデリー、ニューヨークデリーのちょっとハンバーガーはサンドイッチはちょっと俺は相性がって感じかな。はい、そしてカフェポルトフィーノ、こちらは食べました、美味しかったです。はい、そしてこちらのカレー、この色が変わるカレー食べたかったんだよね。はい、こちらね、こちらの方おかげさまで動画の方も非常に評判良くてですね、はい、このカレーを混ぜるとあら不思議、こちらの方動画で紹介してますんでぜひ見てください。はい、そしてスーベニア付きのメニュー、そうなんですよ、このスーベニアカップ、このマグ、これがですねランドと C でデザイン違うんですけど、この C のこのマグかっこいいんだよね、これおすすめです。はい、あとは紫芋のムースケーキ、そしてカスタードケーキ、あとはこのお菓子とあります。これはあれかな、ランド C 共通だよね、これは C 専売になりますね。はい、続けて、そうだな、左下行こうか、左下行きます。左下、おー、出た、17周年ですよ。はい、17周年ですね。このパラッツォカナルのこのゴンドラグリをモチーフにしてます。ゴンドラグリ懐かしいね、10年ぐらい前にちょっとだけあったんだよね。このロミジュリーのミキミキね、ロミとジュリエットのこのロミジュリーミッキーなんてね言われてますけども、これがグッズになると思わなかったね。でね、やっぱこのパラッツォカナルのテーマだから、ものすごいディズニーシーらしいグッズで、なんかね、初期の古き良き日のね、あのランドには絶対ないようなアダルティーなちょっと大人向けのデザインって、昔 C 専売グッズって本当いっぱいあったんだけど、なんとなくねそれを思い出しましたね。はい、こちらも動画でまとめてますね、皆さん見てください。はい、そしてこちらランドでも売ってますよね、このチームディズニーリンクコーデを楽しもう、こちら古いキャラクターデザインのイラストね、こちらグッズになってます。こんなリュックあるんだね、ツーウェイでこれ手提げになるんだ、これ知らなかったな、ちょっと見てみます。はい、そして35周年のフードの紹介ですね。カナレットね、ちょっとカナレットしばらく行ってないんで、これはちょっとぜひ行ってみたいですね。2800円なんで、あれね、イーストサイドカフェとさほど変わらないね、ちょっとカナレット行ってみます。あとこれ寿司ロール、そうそうそう、寿司ロールまで行ってないんで、昔あのリバティランディングダイナーで寿司ロールだったんだけど、まさかのこれはですね、はい、ポートディスカバリーでまさか寿司ロール復活すると思わなかったね、これは行ってみたいと思います。はい、そしてミゲルス、メニュー変わっちゃいました。なんとトルティーヤがなくなっちゃったんだよ。ミゲルスでトルティーヤなくすってちょっとどうなのと思った、逆の意味で大英断だよね。だからあのトルティーヤマシーンもだからもう電源消えてましたよ。すごいなんかメキシコ料理って感じで良かったのに、なんかね、なんかこう共通化っていうか、なんかね均一化されちゃったよね、メニューが。ミゲルスでメンチカツサンドってちょっとさ、まあね、無難というか、みんなが美味しく食べれるフードにねなってるのはいいんだけども、なんかねミゲルスならではっていうフードは残してほしかったな。トルティーヤおかわりしたかった。はい、そしてザンビーニ、こちらはずっと1年間なんかこれでいくっぽいね。はい、これは美味しいのおすすめです。はい、あとドリンクがあって、はい、あとはドッグサイドダイナーですね、こちら食レポしてます。これはね、この冷やし麺美味しかった、ローストビーフサンドイッチはちょっと俺に合わなかったんだけど、冷やし麺美味しかったのでおすすめです。これもだからね、なんかさね、アメフロのこの豪華倉庫を改装したレストランでね、冷やし麺あってちょっぴりしなくも、そんな気がしたくないんだけどもね、まあその一方でね、美味しいメニューが食べれるっていうメリットもあるので、まあ一長一短って感じかな。はい、そうだな、一旦これ下行こうか。こちらはですね、なんか共通のフード紹介って感じですよね。はい、冷やし担々麺、これはですね昔動画で紹介しましたので見てください。はい、ユカタン、ユカタン、この大人のお子様ランチって感じですよね。こちら、あ、
変わってるね。デミグラスソースハンバーグとチョリソーベーコンライス添え、これメニュー変わってます。ニューってついてるもんね。ハロウィンじゃないんだよね。ハロウィンじゃないのか。はい、なんだけどこれもまた紹介したいと思います。一旦左へ戻ろうか。戻ります。はい、カレンダー紹介、これはランドの方でも紹介しましたね。でもランドと違ってやっぱダッフィーのカレンダーとかあるんだね。なるほどね。おお、これも C1000 倍だよね。おお、なるほど。はい、C1000 倍カレンダー出てます。はい、そしてダッフィー新しいシリーズ、スリーピングオータムスリープオーバーか、オータムスリープオーバー新しいの出てますね。こちら可愛いんだよね。ものすごいみんな可愛い、お泊まりイメージしてるのでめちゃめちゃ可愛いです。はい、こちらもですねグッズ紹介動画でまとめてるんで見てください。はい、フードの方もね出てますね。スーベニア付きになりましたね。こちらのオータムスリープオーバーのスーベニアが付いたセットになりました。はい、こちらもですね動画で紹介したいと思います。はい、こんな感じかな。ざーっと駆け足でしたけど、9月の C のトゥデイ紹介になります。はい、ハロウィンはですねちょっと仮装も含めてですねがっつりとね、仮装インパークとかフードの食レポとかしたいと思ってますんで待っててください。はい、ではでは。